ハロー YouTube レディオクエストの聖地です。今回ですね、ドリミアイントリカータについてちょっとご紹介していきたいと思います。ドリミアイントリカータっていうのは、ピジカクシ科の球根植物で、エチオピアとか、南アフリカまでの間ぐらいの、かなり広い範囲の、アフリカ大陸に分布してます。でまず名前についてなんですけども、ドリミア族の、イントリカータという種類になるんですけども、ドリミアっていうのは、ギリシャ語の、酸アシッドっていう意味で、なんでかっていうと球根をちょっと触るとちょっと手が痒くなったりすることがあるみたいなんですけども、それが、由来でドリミア、アシッドっていう意味の名前になってます。であとイントリカータっていう方なんですけども、この特徴的な、もじゃもじゃした感じ、イントリカータっていうのは絡まり合ったとかもつれたとかっていう意味なんですけども、そういう形から取られて、イントリカータという名前になってます。これドリミアイントリカータ以前はシゾバシスイントリカータっていう名前だったんですけども、2000年ぐらいに、ドリミア族に編入されて、シゾバシスイントリカータからドリミアイントリカータに名前が変わりました。今でも多分シゾバシスイントリカータで、流通しているところもあると思うんですけども、今の名前はドリミアイントリカータです。ちなみにですね、ドリミアイントリカータは、このボーイエやボルビリス、かなり形が似てると思うんですけども、双角伝と、かなり近い親戚です。形が見比べると割と似てると思うんですけども、実はかなり近い親戚だったりもします。ちなみにですね、よくこのドリミアイントリカータ この特徴的なもじゃもじゃなんですけども、この部分は実は葉っぱではなくて、花茎、花がつく茎なんですね。葉っぱはもうこんなに大きくなるともうほぼ出さなくなります。ちょうどここに、去年まいた、ドリミアイントリカータが芽を出してるんですけども、このもじゃもじゃしたのは、さっき言った通り花茎なんですけど、このひょろっとしたやつ、こっちが葉っぱです。で、芽が種から育って1年か2年ぐらいの大きさの時はもうこの葉っぱ出すんですけども、それより大きくなってくるともう葉っぱは出さずにこの花茎だけ出して、それで光合成をするようになります。はい。でちなみにこのドリミアイントリカータ、見た目に割とちょっとタイプがありまして、よく見るのがこの下からももじゃもじゃ出てくるタイプじゃないかと思います。こういうタイプが一番、多く流通しているのを見るんですけども、他にもこんな風に、茎が一回ヒュッと上に上がってから上でちょっともじゃもじゃしたりするのとか、あとそのさらに下の根元がこうくるくるしてたりとかいうタイプもあります。一番よく見るのがこの下からもじゃもじゃするタイプだと思うんですけども、最初一番初めに発見されて、シゾバシスイントリカータっていう名前がついた時に発見されたのはこういう下がくるくるしたタイプになります。ちなみに今7月なんですけども、ドリミアイントリカータはだいたい夏の初めぐらいに花を咲かせます。他のやつはもう終わっちゃったんですけど、これはちょっと長い間咲いてたので写真、花をちょっと撮影することができたんですけども、だいたい夏の初めぐらいに花をつけます。で基本的に種取るためには他の株と受粉をしないと、種は取れません。このよく一般的にあるこっちの下からもじゃもじゃするタイプ、これは、種がどんどん勝手に自家受粉して増えていくんですけども、この直立したりくるくるしたりするタイプは種は、ちゃんと受粉してあげないと種はできないみたいです。はい、というわけでですね、今回、ちょうど1年前に、種をまいた、ドリミアイントリカータがちょっともう芽が出てきているので、これをちょっと植え替えていきたいと思います。というわけで、鉢から出していきたいと思います。まだかなり、ちっちゃいんですけど、今だいたいそうですね、直径が5ミリぐらいの大きさになってます。ちょっとちっちゃいかもしれないんですけど、植え替えていいと思うんで植え替えます。
まあ、かなり大きさがばらつきがあるんですけど、もう大きいのはもうかなりもう1センチぐらいまで大きくなってるんですけど、まあ大体は5ミリぐらいの、1年間で5ミリぐらいの大きさにまで成長します。はい、というわけで、これを全部植え替えていきたいと思います。植え替えには、こんな感じのプラパチを使っていきます。まあ、まず最初に、ボラ土の大きい、まあ、小石みたいなやつをそこの方にパラパラとこんな感じで、敷きます。で、その後は、こっちの培養土、賢者の土を、というのをうちでは、緑エソでは、ずっと使ってるんですけども、まあ、かなり水はけがいい感じの、土になってます。これを使って植え替えていきます、ね。で、植え替えなんですけども、よく見るドリミアイントリカータって、まあ、あの球根が、まあ、見えた状態で植わってることが多いと思うんですけども、まあ、あの見た目は的にはそれが面白いんですけども、まあ、もしあのちゃんと健康的に育てて大きくしようと思ったら、球根は全部土に埋めちゃう方が、健康に育ちます。やっぱりどうしてもあの日光に当たっちゃうと球根がちょっとあの日焼けしちゃったりして、まあ、球根がしぼんじゃったりする原因にもなるので、まあ、あの綺麗に大きくしたいんだったら、土に完全に埋めるのがおすすめです。はい、というわけでこんな感じで、土に植えて、で、最後にちょっと保湿性の高い、これ赤玉土と薩摩土を混ぜたものなんですけども、それをかけてちょっと、保湿性をちょっと高めるためにこういうのをかけて、まあ、完成です。はい、というわけで、まあ、これあとそうですね、何十個か植え替えていきたいと思います。まあ、そうですね、40パッチとあと、まあ、40、50パッチぐらいに植え替えることができたんですけども、まあ、というわけでちょっとあの管理、栽培管理についてちょっとお話ししていきたいと思います。そうですね、基本的に、まあ、ドリミアイントリカータは夏型の植物です。夏、そうですね、夏4月から、まあ、9月ぐらいまでの間に葉っぱを出して、で、まあ、10月以降から3月ぐらいまでの冬の間は葉っぱを全部枯らして球根だけになって休眠します。でですね、まあ、管理は葉っぱが出てる生育期と、休眠してる時期でちょっと変わってくるので、まず、まあ、生育期の管理からちょっと説明していきたいと思います。でですね、基本的にはかなりあの日当たりが好きな、植物ですので、まあ、あの一日中直射日光が当たるようなところがいいんですけども、真夏の間はあのちょっともう日差しが日本だと強すぎて、あの球根のとか植物の温度が上がりすぎちゃって枯れちゃったりする原因にもなるので、そういう時は、まあ、50% ぐらいの遮光をして、でそれをあの 50% ぐらいの遮光をして、まあ、あの明るいところで管理をするようにしてください。で、水やりなんですけども、まあ、基本的にはあの土の表面が完全に乾いたらたっぷりあげるっていう繰り返しで大丈夫です。はい、というわけでですね、今度はあの冬の管理についてちょっと解説していきます。冬は、まあ、さっきも言ったように葉っぱを完全に落として球根だけになって休眠するんですけれども、その時はもう基本的に水はやらずに日陰に置いて管理します。あのかなりあの氷点下ぐらいまで下がるような時に周りの土が湿ってたりするともう腐っちゃうリスクがかなり上がるので、もう乾燥状態を基本的には保って一切水はやらずに管理した方が失敗のリスクはかなり下がります。というわけでいかがでしたでしょうか。今回はドリミアイントリカータについてちょっと解説したんですけれども、もし動画がいいねと思ってくれた方は、いいねボタンと、あと、まあ、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとこんな、植物を取り上げてほしいというのがありましたら、コメント欄に書いていただけると、まあ、できるやつは、動画にしていこうと思います。それではご視聴ありがとうございました。